六甲クイーンズオープントーナメントは日本プロボーリング協会公認のボーリング大会主催は株式会社グランド六甲2015年までは関西キリンビバレッジサービスが特別協賛していたためキリンカップ六甲クイーンズオープントーナメントと名付けられていた2020年の第36回大会では坂本かが2020年の開幕戦であるジェイプ ウィメンズオール、スターゲーム2020に続き優勝し、通算3勝目を飾った。翌日に開催された、ロッコクイーン、S アンコール、クリスタルカップでは、坂本茅が開幕戦から3連勝で優勝し、通算4勝目を飾った。第1回は9月に開催、第2回から第16回までは、毎年4月に開催、第17回以降は、 毎年7月に開催となった。一時期、グランド六甲ボーリングセンターでは4月に六甲、クイーンズトーナメント、10月に神戸、クイーンズトーナメントが行われていた。また、10月11日にはジェイプバ発のクラウドファンディングにより、六甲クイーン、S アンコール、クリスタルカップが開催された。第1回から第14回までは、同じ場所にあったグランド六甲ボーリングセンターで、 開催された。阪神、淡路大震災において、グランド六甲ボーリングセンターの建物が半壊し、建て替えを行い1997年10月に営業を再開した際に名称が、グランド六甲ボーリングセンターから神戸六甲ボールに変更された。ありがとうございます。